皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回も進撃の巨人2遊んでいきましょう。はい、ということで続き遊んでいきたいと思います。一応ね、難易度ハードにしてるんですけど、無理だと思ったらちょっとノーマルに戻すかもしれないですけど、そこら辺はちょっと申し訳ない。いきましょう。行くよ。アルミ、大丈夫？顔色が悪いよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ？アルミ、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな！アルミは何も言ってねえだろ！こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける？お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？次はこっちで。いや、私たちも見てない。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。さあ、ということで、まあ一日ちょっと空いてしまったので、うまくいけるかななんてあるんですけど。前衛は壊滅状態だったのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいね。さあ今度はこっちから行きますか。行けるかこれ。中衛を援護して巨人を食い止める。バレたやべやべやべ。あっちにいる中衛の範囲に巨人が近づいて、助けなきゃいけない状況みたいだ。見られすぎだって。あーやべ。援護します。はい、レンコン使ってごめんね。さあ、チェックポイントからやり直しです。中衛の範囲に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。これ見られないようにしていこう。援護します。なあ、こっちバレちゃうんだよ。これむずいな。これカメラがさ、右スティックで、あ、やべやべ、入れすぎた。はい、見られちゃダメだよ。そうみたいだ。見られてるのはまずいって。あ、やべ、来ちゃった。よし、オッケー。今は仲間を信じるんだ、ベルタと。頑張れ、ちょっと。一旦引いて。なんで俺だけ狙われてんのこれ。意味わかんないんだけど。角度不良。
多いね。キリがないよ。いける。なんとかするしかねえだろう。ブレード破損。交換。よし。これはいける。よっしゃ。ガスもない。やーべ、血だらけだよ。おしゃ。さすがだね、ライナー。さすが。よし、じゃあ補給したとこって。ここはもう大丈夫。他の仲間の援護。借金。はい、復活。さあ、じゃあ援護行きますか。いや、難しいわ、ハードモード普通に。これいけるのこれ。ちょっと待って、いけないんだけど。救援要請か。さすがに橋を無視しちゃダメか。ちょっと欲しいな、縁談。あんまダッシュとかね、ガス使いたくないんだよね。あ、こっからならいけるか。まあ当たり前だよね、橋があるから。これ時間とかあんのかね、やっぱり。でね、このゲーム、まあ、評判見てる限りだと、前回のね、なんか不評な部分とか、改善してるようなので、すごくね、いいですね。武装8とはなんか、えらい違いというか、まあ、あれもね、個人的には好きだったんですけど、同じオメガフォースなのにね、っていう、その差がすごいというかね。倒しますこれ。ちっちゃい巨人がいて、奇襲負荷マジで見られてないよね。あ、見られてる。あのちっちゃい巨人にやられるわけねえだろって思ったのに。いけー。はい、ナイスー、倒せた。よっしゃ、何があった。行くぞ。いや、なんかさ、このハードモードすげえ巨人見てくるんだけど、やばくねえか。だといって最初 のカジュアルでやってると棒立ち巨人だから、なんか面白くないっていうか。せっかくのアクションゲーなのにね、っていうのはあるよね。いっけい。あ、ダメージが少ない。やべえ、めちゃくちゃオーラ来た。やべえ、めっちゃ勝てんだけど。しかもいけい。一旦距離を取って加速して切る。やばい、ガスもブレードもない、ね、これハードだからこういうこととかなの。兄行け、行くぞー、せーの。オンに切るよ。よかったらこれを使ってくれ。ありがとう。次はあのマークついたやついけばいいのかな。奇襲仕掛けよう。なんだ今のは。あ、見られて、なんで俺だけ。悪いね、助かる。他のやつ見てるんだろ、明らかに。ふざけやがって。行くぜ。兄、頑張れ。ダメージが少ない。早くしないと回復されてしまう。いっけい。あ、切れない。待ってよこれ。
いっけー、よし、優秀討伐、いいね。いやマジハードはすげえやりごたえあるね、ほんと。いいよいいよ。世話になった新兵。あと他のところ、ちっちゃい巨人もね、なんかすげえ見てくるんだよな。でもね、さあこの辺、これだ、奇襲攻撃いきますよ。あれダメ、援護来ました、ありがたい、頼む。あー見られた、そう、あーやばい、頑張れ頑張れ、オッケー、あーやばいやばい、あーよし、ギリギリ、危ねえ危ねえ、回復、兄ブレードがない、ブレードが、よし、こんなの捕まるかよ、格納不要だ、大丈夫か、いったー、よし、出家、兄、やるじゃないか、どうも、ガス補給、よし、持ちが悪いな、もう平気だよな、よし、他の奴らを援護してやってくれ。さあ他の奴とは、住民の避難はどうなってるんだ、こういうのかな、公営の様子を見てきてくれないか、この辺りは俺たちで何とかする、頼むぞ。え、なんでバレたし、目標地点向かえ、じゃあな、行くぜい、さあ壁際、見事だアッカーマン、さすがだな、住民の避難がまだ済んでいない、ソイン、あの貴公子から住民を守れ。どこにいる貴公子って、重要目標、すぐに救出に向かいましょう、あれか、倒せばいいんだな。お前は部隊の新兵か、住民の防衛を手伝ってくれ。あ、いや見られた、後者はまあパターンがないのか、あパターンあるやんけ、いけー、よし、いけ、カット、あーアップね、あやばい、これ間に合わない、やめろー、死亡へ、難しすぎでしょ、見事だアッカーマン、さすがだな、さて行きますか、住民の避難がまだ済んでいない、ソイン、あの貴公子から住民を守れ。
奇襲攻撃を仕掛けたい。あ、なんでこっち見られてんの、おかしいって。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。さてどう行くか。この状態歩けりゃいいんだけどな。だって一人しかいないんだけど。私がやらなきゃ。怖くない。行くぜ。中衛部隊が敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。もう一発でさ、ダメージがいかないんだよ。よし、オッケー。いっけい。そうか、早急。あ、やばいやばい、バレた。よし、オッケー。いけるぞこれ。後ろからなら。あとはあっちか。マップがちっちゃいんだよ。あれか。前の方は何をもたもたしているの。早く進んでよ。まだ住民の避難完了には時間がかかるか。行くぜ。オーケー。 ありがとう。感謝しろ。よし、ちょっと補給したいな。てか住民なんか突っ立って何やってんだよって感じだね。奇襲攻撃。ああ、なんでこれやると見られちゃうの。ふざけんなよ。住民の避難はまだ終わらないのか。それな。いや、これやべえだろ。ああ危ない。一旦これ逃げるぞ。ちょい、逃げれない。オッケー。その調子、私も続こう。あ、そういえばね、アナザーモードにするとキャラクターのもう一回作り直せるんですよね。我々駐屯兵団が必ず守る。あとあれか。いや、近くにいた。これやると見られるでしょ。またあ、あれ何これ。仲間がピンチだ。ガスがない。最後に1個補給しに行かなきゃね。はい、ちょっと加速したのに。 OK。 奇襲攻撃は全然できないんだけど、これやばいね。オーケー。ガスがない。あ、歯がないんだ。これほんと拠点行かないとダメだな。まあ、一応ダメージは出るからいいか。なんか頑張ろう。もう少し。オッケー。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。
マジで？精霊の撤退を支援してきます。登っていいのかい？登れませんけど。おい赤馬、そこの神兵、あいつを追ってくれ。あいつってどれだ？前線移動せよ。この世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。拠点ないの？拠点ないね。あるある。ちょっと一応補給しに行こう。オッケー、いけるかな。一個しかない、まあ、仕方ないか。さあミカさん追いついたよ。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。さあ、この状態で行くの？本部が壊滅する前に何とか突入しねえと。なんかミカサがね、やってやる。バイオレットエヴァーガーデン風なんだよね。死んでたまるか。あ、連れて行く兄、行きましょう。さあ拠点を守りつつ任務を遂行しましょう。絶対むずいって。あ、ライナー行くぞ。ライナー、ライナー、人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。あと一人。俺は他の逃げ遅れた奴を探して協力を頼んでくる。コニーどこ行った？あ、まあ、ジャンがいるのか。よし、では。なんかこれ空中でね、取り替えれるのもあるらしいんだよね。さあ、煙弾発見。行きますか。戦してんのか。まずいな。さ
サシャ今行くぞ、待ってろよ。本部に群がってる巨人を討伐しねえと。本部ってどれだよ。助けに来た方がいいね。待たせたな。私だって、もうダメだよ。はい、ちょ、登れ。はい、登ってくださいよ。行け、ライナー。あ、ちゃ、ライナー。さあ、オッケー。なぜか倒せた。本部へ突入する作戦を行っています。力を貸してください。オッケー、オッケー。わかった。行くぞ、アッカーマン。助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。おお、ダメージすげえ、こけた。いった、やば。さあ、あとコニーだ。私たちは本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった、手を貸そう。これはお前が使ってくれ。よっ、ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。もう少し。間に合ったみたいだな。僕も戦うぞ。あれを倒せばいいのか。あ、見られた、ふざけんな。待って待って、本部やばいんだけど。くそ、本部が崩れかかってる。本部が崩れかかってる、やばいって。待って、どうしたらいいんだこれ。まずこれターゲット解いて。待って待って、やばいって。本部に行きたいんだけど。本部はもう持たねえぞ。周りの巨人を急いで何とかしろ。あの、緑行ってる場合じゃなかった。じゃあ、まさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ、何としても本部に突入するぞ。ジャンは勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだ。やばい、やるしかねえだろ。回復。さあ、こっちにターゲットが向いてる間に何とかしよう。やべ、ガスがない。あー、やべ、これ難しすぎだろ。ちょっとね、最初の緑に行き過ぎたんで無理だったんで、ちょっと難易度ちょっと下げました。私たちは本部突入の作戦を行っている。これ無理ゲーすぎるからね。何？分かった、手を貸そう。これはお前が使ってくれ。いける。ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。基本的にはこれでやばいやばいって。間に合ったみたいだな。僕も戦うぞ。じゃあ、まさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ、何としても本部に突入するぞ。ジャンは勇気があるね。
生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。よし、やるしかねえだろ。この調子ならまあいけなくないんだけど、やばい、もうやられてる。そのでっかいのいたかな。くそ、本部が崩れかかってる。怖くない？こいつか。オッケー、またあいつ。やっぱさ、一発で倒せるかどうかってやつでね。その調子、私も続こう。よし、オッケー。あとは、さあ近くにもうだい、まだいるね、あいつだ。オッケー、なんとか終わりましたね。私は平気、まだ巨人がいる、行こう。さあ、あと巨人を倒しに行くぞってことで。いや強すぎなよ。怖くない。ほんとこっちもっこりしてんね。急がねえと壊滅しちまうぞ。あれ行けばいいのか。コニー助けるぞ今。本部に突入できるんじゃないか。やっと。やってみせる。俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。ほどっけ。大型飛行士どこにいる。チェキショー、もうおしまいだ。あれか。俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。やべえ。了解だ。なら、これはお前に渡しておくぜ。回復。ありがとうよ。これがあれば、本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。オッケー。なんとなく操作もね、掴めてきたね、感覚が。あいつか、変なやつ。見られちまったよ。もう一発は俺首に行こうかな。行くぜ。硬い、そして黒い。オッケー、討伐。今だ、全員本部に突っ込め。早く行かないと手遅れに。本部に突っ込むなら今しかねえ。行けるか。
この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもう。あなたを思い出すことさえできない。あさあ、もう巨人に包囲されてしまったということで、まあ、ちょっと会話を聞いてみよう。どうしようもないね。お前どうしようもあるだろ。お前はマルコチラリズムチラということで、まあちょうどね、キリがいいので、今回はこの辺にして次回に続けていきたいなと思います。まあ、いい人生だったっていうね、あれね、白猫やってた人なのは分かると思うんですけど、そのスタンプがあったんですよね、あのシーンのここだったのかっていうね。まあ、そんな感じで、ぜひね、チャンネル登録、コメント、評価、よろしくお願いします。それではまた次回、進撃の巨人2でお会いしましょう。今回はこの辺で。